はい、皆様こんにちは。キアの大冒険シーズン2始まりました。今回は皆様見てください。今回はシドニーの近くにあるブルーマウンテンというところに来ております。今日は今からここで僕の兄の友達そして弟と、The Ruin Castle というハイキングをしたいと思います。直訳すると Ruin Castle というのはまあボロボロにされた城みたいな意味です。ですがサプライズみたいなので、今日の最終目的地に何があるかは、まだ教えてもらってません。何どこ Really? あそこに行くんだって。やば。この山の先っぽにある、岩が立ってるところに行くみたいです。めっちゃ遠いやん。フレーム家の人たちはみんなガチの自然冒険好きです。土曜日の昼夕方ぐらいから、今このハイキング行こうってなって急遽行ってます。どうかゆくん、最高ですね。最高やね。僕がオーストラリアで生まれ育った地域はここから2000キロぐらい北なので、少し生まれ育った森とは違いますが、結構ね綺麗。やっぱりオーストラリアの森って、親父が死んでから、今回のオーストラリア帰国でなんと13年目の帰国ですね。ちゃんと帰ってきたのはやっぱりね、やっぱり生まれ育った森を歩くことで、まあ、植物の匂いだったり、まあ、地形、本当にね自分では覚えてないんですけど、やっぱ脳が覚えてることがすごく多くて、なんかいろいろちょこちょこフラッシュバックしてて、すごく今回面白い体験してます。これブッシュタバコじゃない？これタバコの葉じゃないっけ。オーストラリアの大地に帰ってきてすぐに、なんかもう言葉じゃ表せられないような安心感と言いますか、本当に身が軽くなったような居心地いい、今まで感じたことがない感覚ですね。すごくしてて、もうほんとずっとリラックスしてるんですよね。やっぱり人間って自分が生まれ育った気候とか、まあ、天気、まあ、湿度とか空気の乾燥の関係もいろいろあると思うんですが、やっぱり一番生まれ育ったところがあったりしてるんでしょうね。なんかすごく今回の旅はその辺を考えさせられます。
は見晴らしいところに入ってきました。もう少しで今回の目的地到着かもしれないです。すごい、あそこの岩とか見て、綺麗すぎ。最初の地点と比べて結構標高が高くなったので、湿度の関係でね、多分蒸し暑くなってきて汗が止まりません。こちらの植物はティーツリーといって、あのユーカリみたいな感じですね。ユーカリに似た感じの、オーストラリア原種の、植物の一種で、アロマオイルとか、虫刺されとかに、昔使ってた、植物です。すごくでっかい岩があります。おそらく近づいてきました。うわ、誰かそこで焚き火やってる。到着したみたいです。うーわ、やば。Oh my god。今からここでピクニックして、ちょっとビールいっぱい飲みたいと思います。乾杯。おいしい。It's actually a really good way to incorporate the chips, isn't it? That was very impressive.